団法人、あるいは株式会社の役員、社長、理事、いろいろのことをなさっております。まあ、資格は、博士が何だって一番の資格でございましょうけれども、まあ、森林インストラクター、あるいは測量士だとか、技術とかいろいろな資格をお持ちでございます。著書もたくさん防災に関する本をお出しでございます。今も役職といたしましては、小土層調査研究会の会長さんですとか、いろいろな委員長、あるいは会長さんをおやりで、いまだに元気に活躍なさっておりまして、現在は町田市の金森四丁目にお住まいでございます。私たちの同じ町田の住民でございます。そういった、まあ、関係から今日は講師をお願いしてございます。題はご存じの通り、緑の恵み、自然環境文化というようなタイトルをお付けいただきましてのお話でございます。どうぞ一つ、まあ、いろいろこの講演会は変わった先生って言いますか、変わったってのは人柄が変わってんじゃなくて内容が変わっておりまして、日経のマネの編集長だとか、急に、この新人の先生が出てきたり、いろんな方々がおいでになりまして、ちょっと他では聞けない、というか見られない、講演会が続いておると思いますけれども、どうぞ今日も貴重なお時間よろしくお願いいたしたいと思います。それでは先生、よろしくお願いします。瀬能でございます。過分な、紹介いただきましてどうもありがとうございます。